込めました。今日は延長戦、連勝となるか。勝てばスワローズマリーンズに並びます。甘く入ってきた、前を守っていた頭上を越えていきました。若月お見事、さよならタイムリーヒット。延長11回に決着がつきました。4対3。このカードもオリックスバファローズ勝ち越しに成功しました。若月がお仕事、女房役がやってくれました。オリックスバファローズ中嶋監督今シーズン初めてのサヨナラ勝利となりました。いやー、高めに入ってきた変化球を若月が見事に捉えました。そうですね、